新しくできたシアターでは江戸時代後期のお城の様子を臨場感ある映像で楽しむことができます。金沢城二の丸御殿はおよそ3200坪の規模に60を超える部屋で構成されていて、藩政時代に藩主の住まいや政務の場として城の中枢を占めていました。しかし明治時代の1881年に焼失していました。そこで県は観光客に分かりやすい説明ができるようにと4700万円かけてシアターを整備し映像を制作してきました。今回公開された映像は現存する資料をもとに当時の城の外観や二の丸御殿の豪華絢爛な内装などを精巧な CG で再現しています。こういったことを契機にですね、もっと二の丸御殿とか金沢城の復元というところにもですね、機運醸成を図っていければなというふうに思います。このシアターは北陸新幹線の敦賀延伸に合わせ今月16日から一般公開されます。